中国語カホリンテレビ。皆さんこんにちは、清水カホです。上杉カホです。中国語結構難しいかなって思ってたけど、こうとっつきやすいっていうのはすごく感じました。いいですね、うん、じゃあ今日も前回紹介した据我们单纯的小美好のドラマからツンデレ王子、ツンデレ王子から、うん、ちょっと題材を探してきましたので、まあ、ちょっと私シーンに手を加えちゃったんですけど、今回だいぶ、うん、でも準備してきたのでやっていきましょう。イエイ、どうぞ。今回のテーマはですね、はい、料理の注文です。あー大事これはもう本当ご飯がないと、もう旅行先で絶対困るから、そう、それは大事、絶対あるシチュエーションでしょ、うんうん、ということでこれください。うん、中国語ではダダン、我要这个、要这个、あ、这个はそう、特集。おお、これいくらですかの、これ、これ指示語はね、うん、便利なんで使っていきましょう、うん、どうやった。最初の我が私、私、我、我、我、うん、要、要が、まあ、欲しいみたいな、あで、私、欲しい、これ、あ、で、これください、そう、うん、英語公式、うん、I want this、 そうそうそう、うんうんうん、我、我、要、要、这个、这个、うん、お、あ、結構簡単、この間より、その聞いたことあるような耳なじみのある言葉が来るか、余裕とか、余裕、そうね、いける、おうが私は有名、おう、なんかおうあいに、おうあいにかで、あ、もし料理名言えそうやなみたいな感じやったら、うんうん、このジェイカをなくして、うん、ここに料理名、あ、なるほど、入れてくれたらいいし、もし2個3個欲しかったら、うん、おうや個数料理名、あ、それもやっぱ英語と同じやん、ではない、基本、うんうん、一緒、何個これが欲しい、そう、うん、まあでも多分言わんかったら1個やん、うん、普通は普通は言わんかったら1個ってことで、もう私欲しいこれで、うん、いきましょう、はい、これ今回ちょっと簡単なんで、もうワンフレーズ、ワン単語、レベルアップ、そう、店員さんを呼びたい時、あ、大事、そう、来てくれんかったら呼ぶしかない、そうそうそう、で、私が初めて一人で中国に行った時に、うん、なんて呼んだらいいかわからんくって、うん、周りを観察してたのそしたら、ニハオニハオって呼んでて、あ、それでいいかってなって、うん、それでいいかってなる、それでいいってなるそう、私も真似してニハオニハオって呼んでて、こんにちは、そう、日本語では言わないよね、うん、すいませんって感じやから、こんにちはとは言わんからこんにちはでいけるらしい、ね、うん、すごい、私の観察によると、観察によるとで、まあ、ニハオも絶対言えると思うから、うん、それにもうワン単語、うん、店員さん、店員さん、なんか私のイメージやねんけど、うん、まあ、何人か店員さんがいる、うんうん、規模のお店かな、食堂よりはちょっと大きい感じ、そうそうそう、うん、なんか店員さん1人に対してコックさん1人みたいな店あるやん、あれよりはもうちょっと大きめの規模のイメージやけど、違うかも、分からんけど分からんけど私のイメージはそんな感じ、うんうんうん、でこれが店員さんが服務員、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 お、いける、いけそう、続けて、你好服務員、お、いけそうですね、お、これで店員さんを呼んで、来たら、我要这个、お、これください。お、いける。いけそう。じゃあ早速行ってみましょう。どうぞ。欢迎光临，你想喝什么呢？我要这个。珍珠奶茶吗？好的，10块钱。你想吃什么？嗯。啊，我想吃这个，这个好吃。嗯，你随便点吧。你好，服务员。我要这个，这个，这个，这个和这个。点那么多，你吃得完吗？嗯。
たか。今回は前回よりも結構できたかなっていう気はすごいするし、そのウォーヤオジェイガに関してはレストランだけじゃなくて、うん、他の買い物の時にもこれ欲しいって言いたい時に、うんうん、これはなんか指示語やから、うんうん、それこそなんか何でも使えるなっていうのはすごく思いました。そうそうそう、指示語は覚えとけば万能、うん、万能だから、これだけじゃなくてなんかあっちにあるの何とかのあっちみたいなのとかもこれからじゃあやっていけたらいいなって思います。考えていきましょう。はい、以上ダブルカホの中国語ワンフレーズ劇場でした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。